局社株式会社 FM チャブエは埼玉県入間市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM チャッピーの愛称でコミュニティ放送をしている1997年開局入間ケーブルテレビの関連会社であり本社スタジオ元なりに設置されている当初は FM 入間という社名で FM チャッピーや FM 茶笛はニックネームであった。送信書は、入間市総合クリーンセンターの煙突上にあり、サービスエリアは、入間市を中心に、埼玉県西部、東京都多摩西部地区で、聴取エリア人口は180万人。また、J 市はインターネットサイマルラジオを通じて、インターネット配信を行っている。他に、無料アプリのチューンインラジオでも、聴取可能。防災協定を、 入間市、鞘山市、所沢市、東京都西多摩郡水穂町と締結している。番組パーソナリティによる入間市周辺の地元企業の CM が多く放送されており局の特色となっている。開局当時は100%実写制作であったが、後にミュージックバードからの配信番組も放送するようになった。 2021年4月現在2012年7月8日にイオンイルマ店内に開設。同スタジオより毎日公開生放送を行っている。イルマ市中心部の河原町4-2に、主催、公演のコンサートのチケットの販売や、フリーペーパー、月刊チャプへの配布を行う、ジャッピープラザが設置されている。イルマケーブルテレビデジタル体験館に隣接する。 地元埼玉西部ライオンズの選手が地域活動の一環として市民向けに災害時の緊急放送についての CM に出演しており防災についてのコメントを寄せていた過去には松坂大輔も出演していた会社外用 FM チャブへ番組紹介 77.7MHzFM チャピー。2020年12月23日閲覧 FM チャッピー7 7 7 m h z ン、イルマ10サテライトスタジオオープン FM チャナエ防災意識啓発放送へ枠井秀明岸高幸投手が出演2008年4月14日埼玉西部ライオンズ HP のリリースありがとうございます